えっと、日本に帰ってくるとですね、皆さんマスクつけてるんですね。空港もそうだし、えー、外を歩いても、屋外でよ。屋外歩いててもみんなマスクつけてるんで、気持ち悪いなと思ってたんですよ。 えー、ただですね、日本はですね、3月13日から、えー、マスクの着用は個人の判断でいいよ、みたいな、そういう、えー、政府からお達しが出たと。で、これに対してもね、僕もそうだし、まあ、決して少なくない数の人がですね、いや、気持ち悪いな、ここまで言わないと動けないのかよ、日本人と思ってると思うんです。 えですが、日本人はですね、とにかく周りの目を気にする人種で、もう嫌われたくない、嫌われたくないっていう人たちで、えー、なので、ここまで言わないとね、まあ、ぶっちゃけ動かないんだと思います。なので、もうね、いい大人なんだから自分で決めろよって話なんですけれども、お前ら、な、何歳だ幼稚園児かよって思うよ。本当思ってるけれども、ただ、 3月13日からみんなマスク外してもいいよってこう背中を押してあげないと動かない。なのでそうやって背中を押してあげることが重要で、えー、みんながマスクを外しているのを見て、周りのみんながマスクを外しているのを見て、ようやく、あ、自分も外して大丈夫なんだって思わせる、えー、そういう展開に持っていくことが、えー、大事で、えー、まあそんな判断を政府の方がされたんだと思うんですけども、 その判断をした政府の方に一言だけ言わせてください。マスクを外してもいいような日を、なぜ花粉症の時期にした俺、こっからマスクつけるぞ。これまでずっと日本でもマスクなんかつけてなかったけど、こっからマスクつけるぞ。花粉ひどいんだもん。今花粉ひどいんだもん。こっからマスクつけるよ。 コロナとか関係なしにもうマスク外そうかなって思った人もいや花粉がひどいと思ってまだつけてるよってなるとさマスク外してもいいよみんなが結果的に聞いてないっていう状態になっちゃうじゃんじゃあみんな外しにくくなっちゃうじゃんなんでこんなことがわかんないの嘘でしょもうもう3週間前倒してよかったんですよもう23週間花粉の前に マスク外してもいいよ、やりゃよかったの。で、一回みんなのマスクを外さすの。で、花粉症が来た時に、花粉症の時期が来た時にみんながその時マスクをつけたら、あ、これは花粉症の方のマスクなんだって判断するけど、今この花粉症真っただ中の時にマスク外してもいいよってなったら、それは花粉症のマスクなのか、それともコロナのマスクなのかわかんないじゃん。 なんでこんな簡単な算数ができないんですか西野さんの朝礼今日もよろしくお願いします。どうも、キングコングの西野貴洋です。お笑い芸人をしたり、絵本作家をしたり、国内最大のオンラインサロン西野貴洋エンタメ研究所の運営をしたりしております。 さて、今日はですね、NFT で資金繰りの限界というテーマでお話しさせていただきたいと思います。まあ、限界っていう言葉がありますが、別にネガティブな話では、えー、ありません。NFT のお話でございます。まあ、あの、ここでね、お話しすることはですね、チムニータウンのスタッフとか、あとはオンラインサロンメンバーさんや、えー、チムニータウン DAO の皆さんにも、まあ、聞かれている可能性が高いのでね。 まああの、公開の業務連絡になっちゃいますが、僕が今考えていることを正直にお話ししようと思います。えっと、ご存知の方も多いと思いますが、僕はですね、よくわからないこととか、 まだ結果が出ていないことが好きでですね。まあ、ある程度結果が見えたもの。まあ、自分の中で問題の解き方が分かったものはですね、後輩にもうプレゼントしてですね、えー、自分は常に分からないことにアタックしています。まあ、それだからね、オンラインサロンの記事を毎日更新できるんだと思います。えっと、東の方に井戸があったよとか、西の森は枯れてたよとか、そういったですね、まだ誰も行ったことのない場所の、え、情報をですね、毎日書いてると。 ま、それで言うとですね、ここ数年のですね、よくわからないことのぶっちぎり1位はですね、NFT なんですね。先に言っておくとですね、こうすれば自分が出している NFT の値段が上がるっていうことはもうそんなものは1000年前からわかっていて、えー、そしてそんなことには別に興味がないと。僕が知りたいのはですね、NFT になるものならないもの、えー、あるいは NFT でやれることやれないこと、この辺なんですね。例えば、うんと、AI が生成した NFT に価値が生まれるのかっていうテーマ、 実際にですね、AI が生成した NFT に価値が生まれているケースはあるわけですが、しかし、えー、AI が生成した NFT の多くはゴミくずのように扱われていると。ならばそこを分け隔っているものは何なんだと。えー、この答えをですね、探していたりします。 で、チムニータウンダオ初のプロジェクトだと、えっ、ー、と、チムニータウンランドスケープとか、あとはバンドザウルスなどが AI が生成した NFT に分類されるわけですけれども、これらはですね、自分の中で確信があって始めたわけじゃないんですね。いや、これやるとどうなるのかなと思いながら始めて、で、始めてみた結果、あ、意外と支持されてるぞという感じで、まだまだ、えー、仮説検証事件のですね、まっただ中にあります。 で、そんな中ですね、少しずつ分かってきたこともあります。それはですね、えー、支援メダルのような NFT を除いてね、えー、その辺を除いた上で、えっ、ー、と、作品や商品の開発費用を集めるための NFT はあまり面白くないし、面白い NFT は作品や商品の開発費用にあまり向いていないっていうことですね。 ちょっと難しい内容なので、えっ、ー、と、まあ、優しく解説するとですね。例えば、えー、僕が今ね、そうだな、まあ、それこそボトルジョージっていうアニメーション作品を作りたいと思っているとすると。で、これには当然制作費が必要になってくるわけですから、まあ、今の流れだとね、ボトルジョージの何かしらを NFT で出して販売して、その売り上げをボトルジョージの制作費に当てようっていう話になってくると思うんですけれども、 ボトルジョージって NFT のために作られた作品じゃないので、作品のね、どっかを切り取って NFT で出すことは可能ですよ。可能ですけども、NFT として面白くないんですね。ただの資金調達じゃんが、やっぱ透けて見えちゃうんですよ。 で、一方でね、えー、と、ただただ面白いっていう動機だけで進んでいる、バンドザウルス、えー、バンドザウルスの NFT はですね、もうこれ最高なんですけれども、えー、じゃあそこで集まったお金の使い道をバンドザウルスだけに当てるっていうことにしてしまうとですね、まあ、えー、まあ恐竜のマスクを作るとか、あとは楽曲、ライブを作るとか、あとは MV を作る、えー、といったところが、えー、妥当で、まあその辺までは想像できるんですけども、例えば、 映画バンドザウルスは作れないんですね。まあ、作れないことはないんですけども、作っても面白くない。なぜなら、バンドザウルスは映画のために生まれたプロジェクトじゃないから。皆さんがね、イメージしやすい例えを挙げると、えっと、2、3年前にツイッターで、100日後に死ぬワニって流行ったじゃないですか。あれはですね、ツイッターという競技の中だと最高に面白いコンテンツなんですけれども、 面白いからとか、流行ったからと言って、えー、映画にしてしまうと、そこはやっぱちょっと難しいと。現実世界と同じスピード感で1日ずつ話が進んでいって、100日後には死ぬっていうのは、これ映画用に作られたデザインじゃないから、やっぱり、えー、ミスマッチが起きちゃうんですね。なのでバンドザウルスもですね、えっ、ー、と、 集まったお金の使い道は、えー、バンドザウルスのことにも使うし、えー、全く別の面白いエンタメの支援にも使うし、えー、あるいはそうだな、シングルファミリーの支援や被災地支援にも、えー、使うと、えー。それぐらいですね、幅を持たせておいた方がいいと思います。で、これ NFT をね、これずっと触ってるとね、ここに落ちるんですよ。無言の圧力なのか、 何かしらの洗脳なのか、誰かの目を気にしているのか。まあ、要するにですね。ボトルジョージの予算は、ボトルジョージの NFT で集めようとか。えー、じゃあ、煙突町のプペル。映画煙突町のプペルは、映画煙突町のプペルの NFT で集めようとか。そういうふうに考えちゃう。あとは、バンドザウルスの NFT 集まった予算は、バンドザウルスに使うべきみたいな。そういうふうに考えちゃう。と。 で、これによってね、失ってる可能性が結構あるなっていうのが僕の NFT の仮説検証実験の現在地ですね。いや、ぶっちゃけね、僕ずっと考えてたんですよ。あのー、 ボトルジョージかける n f t って何があるんだっけとか。今作ってるので言うとね、僕、映画、えー、煙突町のプペルでしょで、えっ、ー、と、まあ、ボトルジョージか、ショートアニメーションボトルジョージ。じゃあこれ映画煙突町のプペルかける n f t こんなテーマが、話題が出てきてないわけないんですよ。なんかないかなっていうのはずっと、 頭の片隅にあって。それこそボトルジョージも当然、ボトルジョージかける NFT なんかないかなっていうのが、あの、頭の片隅にあって。で、あるんですよ。あるんだよ。別に映画に出てくるこのキャラクターを NFT で出そうとか、そういうアイデアはあるんだけど、全部ね、あんまり面白くないんですよ。いや、それだったらもう NFT、わざわざ NFT にせず、別にクラウドファンディングでいいじゃんっていう。 あんま面白くないんですよ。無理から NFT にしていくのは。そう、結局、なんか何ヶ月か考えてたけど、いや、NFT 化することは可能だけど、あんま面白くねえな、みたいな。で、NFT で、ごめんなさい。繰り返し同じこと言ってますが、NFT で面白い NFT は、あんまプロダクトに向いてねえなっていう。まあ、作品、商品、化に、 あんまり向いてねえなっていう。ここには大きい大きいのの溝が流れてるっていう。ここ踏まえておかないと、僕たちは NFT をやってるけれども、随分つまらない結果。

文字から3000文字投稿しております興味がある方はぜひ覗いてみてくださいそれでは素敵な一日をお過ごしくださいキングコングの西野明弘でしたじゃあまたねー